チーズから一言。餌やり行動だけでは不幸な子猫を増やすばかり。第一に去勢手術を行ってね。おはようございます。今日はちょっと寒いからね、慌ててちょっと暖房入れてんやけど、ね、ちょっと寒いね。あら、トトちゃん、はい、今日は泣いてるでしょ。で言いますけどね。はい、シャープちゃん、はい、ふんちゃん、トドちゃんのわざわざこっちまで来たもん。所定の位置にマイルちゃんかな、マイルちゃん、あ、チョウちゃんも、はい、でチュウちゃんね。で、昨日からね、こここの子ルルちゃん、あ、ねねちゃん、ねねちゃんとはるちゃんをね、一緒にしてます。こう、ね、こういう感じで、ね、開けてね、これはるちゃんね。で、昨日からね、ニックをね、ヘルプさんと相談してここに入れてます。まあ、最近1階でね、トラキチにちょっとね、よくケンカするんか知らんけど、ニックはね、ちょっとトラキチに追い詰められてるような感じだったんでね、これでまあ、こっち、ここでもええかなと思ってね、ちょっと様子見て、それが、トイレでね、うんこして、してる原因かな思ったけど、ニックじゃなかったっていうことでした。まあ、だけどね、一応、そのトイレでね、そういうストレスで、そういうことをやってんかな思ったけど、ニックじゃない。ニックはたまたまね、前からそうやけど、おしっこがあってね、ジャーって、なんでキャットタワーから下にもしよったからね、まあ、それで、ちょっとストレス気味になってんかな思ったけど、ちょっとね、今ここに入れてね、ちょっと様子見てます。ね。ニック、ムズマの時は、ちょっと何日間かここにね、入ってもうて、ね、ルパンみたいにね、ここで、ここの方は結構そういうのないからね、うまいこといくんじゃないかということで、ここ入れてます。ね、ニック。こんな感じかな。はい、ねねちゃんも。ね。まあ、ねねちゃんがね、よく見える。ここにあったやつはね、もうちょっと撤去させてもらってね、もともと猫垣さんとかね、一緒に来た、家ね、もうちょっと、古くなってるし、まあ、当初は匂いをね、慣れるために匂いをついたやつがいいかなと思ってね、入れとこうが慣れてくれるかなと思って入れてたんやけどね、こんな感じで。はい、マロンちゃん、ね、はい、ミコゴちゃん、いい感じになってきたな、ミコゴちゃんはな。これね、これでここなんだよ、これかな。ルパンとか、あれサブ殺しやねん、上の。なんなんそのこって。よしよし。まあ、こんな感じで。これ下が大根かな。ちょっと今日寒いね、思ったよ。まあ、ポンさん半袖やからかな。あ、ルパンも。ルパンこんなの。スジちゃんがおるのかな。あ、ルーちゃんとスジちゃんがおるね。ほんで、ね、この子ね、ランちゃんね、一瞬出てきませんでした。こんな感じかな。なんか用を持ってたら何やったかな。あ、また明日、あとでね、昨日、おとついに届いてんけどね、またいただいたもんね、また紹介させてもらいます。昨日、忘れてました、紹介させていただきますんで、そんな感じかな。そういうと他なかったかな。まあ、そうそうそう、あれとコロナね、ヘルプさんの話でもあれだけど、
大阪緊急事態宣言出たけどね、ちょもうちょっと早く出てほしかったけどね、あれですよ、事故したとしたからね、ほんまに、病院受け入れてくれる病院がないという感じでね、それとコロナかかったとしたかってね、受け入れてくれる病院がないという感じでね、なんか救急車で、ま、この話は言うたら1日半待たされた、たらい回しにされたとかね、受け入れる病院がなかって、これとかヘルプさんの話ではね、近所のスーパーのね店員さん女性の方がね、そのコロナで亡くなったとか、もう結婚ね、もう近い言うてる方はね、かわいそうにね、ほんま、まあ、若い人でもね、30代って言ったらな、そんな方でもね、亡くなるいうことで怖いですね、ほんまにね、喋ったかもわからない、それすらわからながら認知症やね、ほんまに、まあ、今日ちょっと今かけても 18.2 度、 17.7 度やったんですよ。ちょっと寒いイメージかと思ったけど、思わんかったからね、もう昨日の晩別に寒くなかったからね、ぬくいは思ってたら、こんなに今日朝温度下がってるという感じでね、ねえしゅうちゃん寒かったやろみんな、これで昨日からここのね、水飲みみぎちゃんとこのね、まあ言うてたいただいたね、まあ、メルモマいただいた、ね、自動水飲み機をね、メルモマとかではね、ちょっと使うことなかったので、ね、メルモマにはね使うことなかったんで、これでみぎちゃんとこを使わせてもらってます。その代わりこれをね、これジャバジャバ遊んだりね、なんかしょんですよ。だから向こうにこっち持ってきてんけどね、こっちはもう水飲みいっぱいあるんやけど、一応置いてますね、はい、こんな感じで何々てんや、あ、そうだ、こっちここの裏誰も行ってないとは思うけど、一応誰も行ってないと思うけど、飛びないと行ってないね、ランちゃんだけどな、これ、うん、ランちゃんだけど、はい、ルちゃんとね、スイちゃん、こんな感じでね、お届けさせてもらいました。はい、ありがとうございます。ミギちゃんから一言、僕たちの友達が道路で亡くなっていたら、シャープ9910に連絡お願いします。